マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズニュースーパーマリオブラザーズ2ニュースーパーマリオブラザーズ2はニンテンドーから2012年7月28日に発売されたニンテンドー 3DS 用ゲームソフト2012年10月2日より有料追加パックの配信もあり東北大学カレー医学研究所川島隆太教授監修ものすごく 脳を鍛える5分間の鬼トレーニング、任天堂 t e ー d 3DS LL と同時に発売された。スーパーマリオシリーズの一つであり、正当な続編ということで、タイトルにはニットついているが、B のニュースーパーマリオブラザーズ E も含めると、ニュースーパーマリオブラザーズのシリーズ作品としては3作目となる。 2012年4月21日の任天堂ダイレクト2 0 1 2 4 2 1で正式発表された。また、本作よりパッケージソフトとダウンロード販売の併売を開始した。2012年6月22日の任天堂ダイレクト2 0 1 2 6 2 2で国内の発売日と価格が発表された。任天堂 3D SLL 本体と同時発売となる。 6月22日にパッケージ版の予約が開始され、ダウンロード版についても7月20日に詳細が発表された。11月15日には特別仕様の Nintendo 3DSLL 本体にダウンロード版ニュースーパーマリオブラザーズ2が保存されたメモリーカードを同梱したニンテンドー d 3DSLL ニュースーパーマリオブラザーズ2パックが発売。 2014年7月1日から8月31日までの期間中、Nintendo 3DSLL の購入者を対象に、ニュース・ーパーマリオブラザーズにゴールドエディションを無料でダウンロードできる、Nintendo 3DSLL 付き代わり、おすすめソフトキャンペーンが実施された。このゴールドエディションは、追加パック全10パックが最初から入っている、特別仕様である。 タイトル画面も通常版と異なるが、ゲーム内容は変わらない。2016年12月15日には、Nintendo 2DS 本体にダウンロード版、ニュース・ーパーマリオ・ブラザーズ2が保存された、メモリーカードを同梱した、スーパーマリオ・パック・ホワイト・イエローが発売。ピーチ城に遊びに来たマリオとル・イージは、ピーチ姫と冒険の花を咲かせた後、ピーチ姫に見送られて、 空の恋を夢中で集めに行く。ところが、休憩しようと地面に降りたところへ、クッパの手下たちが乗ったクッパクラウンが現れ、ピーチ姫をさらってしまう。マリオとルイージは、ピーチ姫を救うため、新たな冒険に出る。クッパにさらわれた、ピーチ姫を救い出すおなじみの一人用モード。一人プレイでは、基本的にマリオを操作するが、 エンディングを迎えたファイルで L ボタンと R ボタンを同時に押しながら選択すると一人プレイでもルイージで操作することができる。ファイルには様々なポイントで星が追加され一度もアシストブロックが出現していない状態ならば光るエフェクトもついている。ローカルプレイでマリオとルイージによる二人同時プレイのモード。獲得コインが一人プレイ時の2倍になるほか ニュース・ーパー・マリオ・ブラザーズ・ウィー同様に、同時ヒップドロップ、シャボンといった専用アクションがある。また、残り人数は2人で1人分になっており、2人一緒にミスした時に1人減るようになっている。そのため、片方がミスをしても、もう片方が生き残っていれば、残り人数は減らない。2人プレイではマリオを選んだプレイヤーのセーブデータが使用され、 一人をモードと同じ方法でセーブできる。ルイージを選んだプレイヤーは獲得したコインのみセーブされる。ランダムで選ばれた3コースを連続でプレイし、獲得したコインの枚数を競う。また、最低でも W1 ステージをクリアしないと出てこないモードとなっている。制限時間が50から100カウントになっているため、通常より短い時間内にできるだけコインを集めつつ、 ゴールを目指さなければならない。このモードではコインを100枚集めても残り人数は増えず、1回でもミスをした時点でチャレンジ終了となる。敵を倒してコンボをつなぐことで、その都度ボーナスコインを獲得でき、1アップの条件を満たすと、コイン50枚が加算されるため、無限1アップを応用してコインを増やすことも可能。また、スタート時は、 スーパーマリオか白しっぽマリオどちらかの状態で始めることができる。ゴールポールで頂点についてゴールすることで、それまでに獲得したコインが2倍になるため、高記録を狙うためには時間内のゴールが必須である。3コース目は10日、白になり、ボスを倒せば無条件で獲得コインが2倍になる。ノーミスで3コースを連続でクリアすると、プレイしたコースと獲得コインをセーブすることができる。 自分の記録をセーブできるのは一つだけだが、セーブすれば以前セーブした時と同じ内容でプレイできる。すれ違い通信を使い、すれ違った相手とコインラッシュの記録を交換することができる。相手のデータに挑戦することができ、相手のコイン獲得数を上回ると、ウィンコインが手に入る。追加パックで獲得したコインをいつの間に通信でデータを送信することで、 公式サイトにランキングが登録され、上位5位まで載せられる。以前は、記録にチャレンジの追加パックのみ対応されていたが、第4弾の配信より、すべての追加パックにランキングに対応した。いつの間に通信を行うには、追加パックでプレイした内容をセーブする必要がある。最初に遊べるコースは少ないが、本編でワールドをクリアすることで選べるパックなどが、増えてくる。 ワールド6のクーッパーを倒すとゴールドフラワーがストックされるようになる。ただしストックできるのはスーパーマリオの状態で始めた時のみ。一回のプレイで稼げるコインは最大3万枚でそれ以上取ってもカウンターストップする。なお、すれ違い通信で相手の獲得コインが3万枚の場合ウィンコインがもらえないので注意。追加パック2012年10月2日より 有料の追加パックの配信が始まり、第1弾として3つのパックが配信された。購入時には追加パックを購入するためのショップボタンがない状態であるが、お知らせリストで追加パックのお知らせを受け取ることで追加され、そこから追加パックを購入できる。10月25日には第2弾として2つ、11月27日には無料追加パックとして1つ、 12月5日には第3弾として2つ、12月21日には第4弾として2つの追加パックが配信開始された。追加パックの新規配信は第4弾をもって終了となった。各追加パックのコースは3コースになっており、通常のパックとは違ってプレイするコースは固定されており、同じ順番でクリアしていく。また、3コース目は、 白ではなく特殊なコースになっており、ボスがいないので一点にコース目と、同じくゴールポールの頂点に捕まってゴールしないと、獲得コインを2倍にすることができない。以下はこれまでに配信が開始された追加パックの一覧。今作ではコイン100万枚を集めるのがテーマとなっている。過去作ではなかったコインの累計獲得枚数が記録される。 それを目指すためには繰り返しプレイすることが求められる。累計獲得枚数が100万枚に達すると、タイトル画面の真ん中にゴールドマリオの銅像が現れる。さらに、コインをカウンターストップまで集めると銅像が白尻ぽマリオに変わる。過去作に比べると、断然コインが入手しやすいシステムになっており、ゴールドマリオやゴールドブロック、ゴールドリングなどのコインが大量に手に入る。 パワーアップや仕掛けが新たに登場している。マップ画面はニュース・ーパーマリオ・ブラザーズと同じように簡素なマップになっている。今作のセーブは塔や城のコースをクリアすることに加え、一作目と同じように看板でスター・コインを使うことでもセーブできる。また、前作と同じようにポーズメニューの中断セーブでゲームを一時中断することができる。エンディングを迎えた後は、 ポーズメニューが通常のセーブに変わり、いつでもセーブをすることができる。BGM は2作目からの流用、アレンジも多いが、システムは1作目のものをバージョンアップさせたものが多い。パワーアップアイテムは1作目と同じようにステージ中で、変身中で撮ると一つストックできる。スーパーマリオ 3D ランドのように、スーパーマリオから上の変身で別のパワーアップアイテムを撮ると、 そのパワーアップで使っていたアイテムがストックされるようになり、状況に応じてパワーアップを切り替えるようなことができる、は、ストック可能なアイテム。今作では、全2作と変わらない、通常の仕掛けもあるが、コイン100万枚を集めるというのがテーマなだけあり、コインを大量獲得することができる仕掛けが至る、ところに存在する。作曲、編曲は、サウンドディレクターでもある、 長田ゴンタ。今作の音楽は過去にリリースしているシリーズから編曲しているものが多く以下に出典元を挙げる。ありがとうございます。